皆様こんにちは。バイヤーのアスペインこと長澤みどり子です。本日はプラダウォームのメンズシューズをご紹介したいと思います。こちらお箱になります。プラダウォームですけども、この赤ラインのブランドはプラダの、セカンドラインとしてリニアロッサというのがありますけども、そちらのシューズになります。まず全体見ていただくと分かるように、こちらにも赤い線がこの特にレッドラインが入ってます。これはリニアロッサの印ですね。あと中の部分のロゴが赤になっています。全体はナッパの素材を使っていまして、それとあとこちらの、ぶつかる部分ですね、こういうとことか、ここの部分っていうのはブラッシュカープになっています。お色はネロで、全体ネロですね。あとソールがラバーソールで、これはゴツゴツのタイプじゃなくて、普通のスマートな細いスタイリッシュのタイプ、結構あんまり太くない細身のスニーカーで、ナッパレザーなので、結構ちょっとエレガントな感じにも、の服にも合うんじゃないかと思いますので、ちょっとしたこうセミフォーマル的な格好にもね、履いていただけると思うんですね。すごくシューズ、もちろんジーンズとかにも合わせていただけると思いますし、そういうセミフォーマルな格好にも履いていってもいいかなって思います。前もこちらも細身ですっきりしたデザインのシューズになります。こちらプラダウォームの、リニアロッサのナッパスニーカーをご紹介いたしました。それではまた。